お疲れちゃんさらです。今日はですね、世界一うまいメガナイトコカツを紹介していこうと思います。というわけでこちらのね、メガナイトコカツですね、昔から存在するも大人気デッキの一つなんですけども、これでねもう世界トップオブトップまで上がってる方からね、リプレイをいただきましたんで、そちらで紹介していこうと思います。というわけでシーズン終盤なんですけども、私は沼りました。はい、もう沼ったので撤退です。はい、うまいリプレイがね消えてしまう前に、紹介していこうと思います。今回はね、M ナイトマスター、まあ、メガナイトマスターさんですね。はい、日本の、方です。こちらの方からリプレイをいただきましたんで、で、まあ、こちらカウントはサブ赤かなというわけで、本赤はね、もちろん8000いってましたし、もう上位をね、はい、取ってましたんで、早速ね、見ていこうと思います。今、このね、フェニモン環境ですね。はい、フェニモン環境の中で、このメガナイトコカツね、どう立ち回ってんのっていう話ですよ。コウモリもインドラも、すべてフェニックスにね、しばかれます。はい。むずいなーと思いながらも、すごいなーと思いながらね、はい。僕もちょっと視聴者側としてね、今日やっていきたいですね。でこのフェニックスですね、課題が、あとはまあメガナイトからしたら、まあ、文句突破できないよねマジでアド取られるだけなんでね。で、まあ、メガナイトコカツ、まあ、重要なのはね、やっぱ両サイド攻めだと思ってます。なんでやっぱ両サイドのねプレッシャーのかけ方がいかついんでね、ちょっとそこをね注目していきたい。相手もねここしっかり穴埋め使わずにねユニットで許容してますね。上側ですね。はい、メガナイトコアツ、さあ縦系ですね。とりあえずナイトとか、まあ、バルキリーとかそれこそモンクとか来ると後ろからねインドロを基本的に合わせていくって感じかな。さあこのもうケチっすよ、いい意味のね。今の3体のコウモリですら生かしてね、そこに柳を使わしてさあインドロがぶっ刺さっていく。あ、ギャングってなんか端前で出すんですけど、僕結構後ろセッパーが多いですね、ちょっと今んとこ。まあもちろん前で出すタイミングもあるでしょうけど、うわーさ、相手がバルキリーを出してこない許容するところを、まあ、ザップでね仕留めていきますよと。まあ、2倍タイム3倍タイムになってくるとスケラ側の方が有利になってくるかもですが、序盤はねこんな感じの両サイド攻めが相手はきつそう。さあでスケラの真ん中にはもうねギャングなんか置かないんですよ。さあこんな感じで低めに出すと、ヤリゴブリンがね残って、まあ、多少ダメージ受けてしまうものの守れるよという、これも参考にしたい。さあ両サイド来る、まあ、やっぱスケバレってね単品でこう絶対何かユニットを割かないといけなくなるんで、その逆サイドのディガーヤリゴブですね。ヤリコブも出すのでタワーの裏にディガーを出すとどっちかが刺さるよねと。さあここ端前で止めていくっすね。最大矢の雨を使う、スケバレマジでねこの施設がねちょっと辛いが、忙しそうだなマジで。今の環境もちろんねエリゴルもいますし、エリジャイもいますし、エリポンゴルもいますし、そういった相手がねきついイメージがある。特にあもうゴリゴリックっすね。もう控えめに受けからとかしてる場合じゃないんでしょうね。さあコウモリは出して、さあこの間に端前、おお、さあすれ違い、これは守れるのか。さあディガーで止めつつ、でソウルコールは使わないよと。気づけばカウント、あでもフェニックスも入ってる、あいっぱい入ってるぞ。さあイケイケタイム来ました。いやイケイケタイム入ってるがいかない。あーこのスケバレが、さあメガナイトコカツってねあとちょっとよ、これよ、これあと400を、まあ、僕もこうやっぱ丸に使うっすけど丸にね、あとこの400ぐらいがね一生削れないのよ、守られてね。さあ相手もディガーを拾ってくの、やりこぶがねコウモリによって延命されてる。
でもダメージはね今のところやっぱ勝ってるのと、まあ、ディガーね本当飛ばしの低めやりが分うまいっすね。あれスクレットもなんかあれこれ勝ったのかな、耐えてるの。おお、いやいやうまい。ゾプ？うお、キワキワやないかい。マジで。いやスケラのね、やっぱ受けがうまいですね。ギャングの位置だったり、まあ、ヤリゴブリの位置、スケラのど真ん中には基本的に置かないよっていうのが、基本ですね。さあ似たような対戦相手ですけど、やっぱこういった枯渇デッキはこういう柳雨雪玉とかがね非常に渋いんでね、ネクロとか。これおもろそうだな。僕もちょっとまだリプレイを見てないので初見です。まだもしかしたら多少なんか中身がね変わってるかもしんない。うん、やっぱリプレイバグね治ったらしいんですけど、なんかちょっと違うがなんかあります。はい、完璧に治ってるわけではなさそう。でもほぼ治ってます。はい、バレー、まあとりあえず一つ分かるのはね、メガネットマスターさんがうまいってことと、まあ、ド M ってことっすね。はい、マジで極めてるとはいえね、やっぱきついの多いっすからね。間違いなく 2.6 億でめっちゃ頑張ってるみたいな、いないもん今上の環境で 2.6 億。本当に多分ここ1週間ぐらいね、マッチングゼロですね。26と僕やってますけど、毎日。けど、メガネと枯渇は頑張るよと。気合が感じられます。さあ、フェニックスやっつけるけどね、やっつけるけどみたいな。もう一回来るもんね。さあ、ジャイからの、ここの防衛、まあ、メガネとで踏むでしょう。ギャングからのメガと。やらむ打たれるんで、急いでコウモリか。急いでコウモリ出すけど、雪玉も打たれるよと。相手も構えてますね。いやこのダメージ痛いが、さあ相手が柳雨雪玉を使ったこのカウンターの攻め方ですね。同裁なのか逆裁なのか。さあ逆からのメガライトの後ろにヤイゴブ。いやこれっすね、やっぱこの攻めがうまい。まあでも綺麗に守られてはいる。あでもおや、あれめっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。さあで今の間にね、あなたコスト苦しいんだね、無理してるんだね、でこの逆のプレッシャーっすね。同サイドで削り切るんじゃなくて、まあ、削り切るんですけど一旦逆に振ることによってこの同サイドのねダメージもちょっと通しやすくすると。さあどうすんだ、インドラやりこぶ。さあジャイ警戒ちょっと高め、インドラスケラ用にやりと端前は踏むと。いやーやりが残ってるが、うぅおられる、うおっ神ザップすぎるだろ。さあで、ここまあ、弥生使ったんで、もう同裁。さあ、来た、もう行くしかないやつですね。逆に相手は吸ってくるよと。あ今の、ザップ、やば、エロ。マジで変態っすね。いい意味でね。さあ、インドラもぶっ刺さりの。まあ、とりあえずスケラの防衛がうまい。間違いないですね。はい。本当に。まだ最後のとこも諦めずしっかり守るっすね。さあ、というわけで、続いて、ルーカスっすね。フェニックス環境の初回で世界一を取ってる。まあ、実質世界で一番フェニックスがうまい男とね、言っても過言ではない。まあ、普通にね、マルチ1フィニッシュも取ってる。化け物ですね。やっぱギャングゼパーめっちゃするっすね。で足前スケバで一旦ポーン。まあ序盤は様子見みたいな、様子見じゃないです。はい、行きます。おお、いやでもこれでそこそこに入ってるっすね。うん、そう、あれユニリベって11だっけ。まあこのリップだとタワーレベルが変わってるっていう話ですね。そんなことある。さあルーカス側のプレイも参考になりますかね。
まあディガーで削りつつ、まあスキャバレで削りつつ、まあインドロはちょっと今回刺さってはいるっすね。まあでも言うたいても高回転ポイウッドアイスピフェニックスなんで鉄壁ではある。さあ逆サイ、なんか結構ギャングはケツセッパで端前スケバレ、ヤリコプリンはまあ逆どっちかの端前みたいな徹底してる、徹底してるっすね。ここまあウッド使ったんで組み合わせてコウモリ追加までいきますね。うわアイスピグうまい。さあまあでもだいぶディガーで削ってる。インドラヤリゴブなのかなこれは。まあインドラっすね。さあまあインドラってもう本当にここ最近やっぱフェニックスだったり、まあ、ライドラもいるんで活躍の場ないんですけど、まあ文句にはねやっぱ優秀ですね。固まろうがね何しようが焼くだけなんでね。まあ、ウッド使った後はねゴリゴリいくっすね。やっぱメガネとこかつはね自分からどん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 仕掛けていかなきゃね多分勝てない。うん、いやめっちゃいくもん。さあインドラちょっと高めのね、踏む。さあ踏んでいく。初登場かなメガナイト。いやマジで2倍タイム入ってやっとメガナイト出るぐらいですね。まあ上級によっては出ると思うんですけど。さあスケバレを今回は前につけていく。いやーうまい、なんか美しいな。無駄がないですね。いやでも文句が強いな。でディガーを右のタワー裏とかに飛ばさないな。あ持ってないかった。サメガナイト蓋しない。うん削るしかないっすもん。さてここも小物ではなくポイズン来るだろうと。いやこのスケバレにねちょっとウッドを使わせたいっていうリガー追加があるっすね。遅れて、いやでもこれどうなんだ、まあ削り切ってギリ勝つみたいなの展開なのかな。こういう展開になったらもうなんかどん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 渋いイメージがあるっすね。おお、さあまさかのポイポイ、これはチャンスか。さあディガーを足してウッドを使わせてメガネと後ろにやりこぶ。さあ事故っていう空スケバレーにディガーを組み合わせて、まあ、なんなら追いコウモリも一つの後からねメガナイトの後ろのヤリゴブチョンが強いですね。メガナイトインドからのヤリゴブチョン、はい覚えていきましょう。まあ、めっちゃ大変だな、めっちゃ攻めるっすね。一歩間違うとフルカウンター来てジジイっつって怖いけど、これまたケツヤギャングじゃないですか。はい、さてゴブリン2体を生かすディガーが行くでしょう。スケバレ、うん、ユキ使ったんで、いやうまい、このまあまあまあランバー釣ろうとしたらたまたまコウモリが来たみたいな感じか。でも今回は相手のデッキもこういう小物系にはね非常に強い。タルユキ、そしてアイゴレ、そしてマスケットっていう、もうこれお互いフェニックス環境なんですよ。これ一応フェニモンがね生き生きとしてる環境で戦ってるモンスターたちです。さあディガーで、いやーもうきついが、このギャングの槍と槍コブとコウモリね、はい3箇所に置いてるので相手雪玉もね3枚打たなきゃ止まらないよと。ではタルユキ使わせて、まあ、アイスピカンプがですね。さあここがちょっとでかいユニットの配置です。はい、ヤリゴムギャングもコウモリも雪玉でワンパンされるんですけども、位置を変えることによって
どこかは残るよねって。すげえいくなこれ、このギガギャング。まあでもカウンターでねバルーンつけれない、まあ来てもなんとかなるみたいな。これなんかもう一歩本当にさっきも言ったけど、おいけいけっつって、行きすぎると終わるんで、しっかりこう相手の手札把握とか、まあ、エリアをある程度把握してないと散るデッキっすね。さあここちょっとむずいけどな。もうさあスケバレは捨てで一旦ね防衛のね、いやだ相手のこの受けもうまい。あれ、あーでもゴリゴリマスキをねやりに、でも延命がすごい試合してる。さあやりゴブザップで、まあ一発は入るよと。いやフェリモンいないだけでなんかいいな。さあこれはコウモリ後からタルボーエですね、あれは。さあこれを守れるのか。サップいらない。いやー神許容してる両者。コウモリで落とされる。さあディガーで、非常に難しいですね、クラロワって。さあユニット散らしてね、コウモリなのかやりこむなのか。うわインドラの位置が、さあ息を読んでる。さあ息を使った後は樽があるが樽しかない。うわいザップでかましていきましたね。いやこれきつそうだな。マジやっぱランバルとかね、タルユキとか、アンニュー呪文コースはきつそう。さあ、そして、今回はメガナイト同士の対決ですよと。まあ、メガナイト僕もめっちゃ好きなんでね、参考にはなるんですけど、メガナイト全然出さないっていう。もう両サイのユニットのちらつかせが半端ないですね、マジで。さあ、ユキ使ったでしょ、つって。まあまあ、ここまではね。誰もがね考えるよねと。さあディガーコウモリ、さあフェニックスマジで強い。うん、なんか僕結構インドラを出してすぐこうアインドラいるしメガナイト踏んじゃうってやるんですけどね、めっちゃ攻めますね。さあボープ使わせる。で陸気がない時はしっかりね攻めたいけどもディガで守っていく。やっぱ余計なダメージ負わないのも大事ですからね。うん、まあどうせ雪あるし。さあギャング端前、まあこれもね序盤でもっとダメージ与えれなきゃ苦しい展開にはなっていきそうですが、あーこの1体のやりこぼを残したかったディガーですね。これはさあこれはおいしいおいしいロイホグが来たので踏んで、カウンターにはでも繋がらないよと。うん、やっぱ序盤はね相手のコストがきついみたいな感じでやっぱ振りやすいですけどね、後半ゴリゴリむずくなっていくっすからね。やっぱボイディがしない、いやギャングのこのゴースの受けも綺麗。慣れてますね。さあこれはまあザッピーだったりそういったものを警戒してのスケバレフターっすかね。まあ延命、インドラ延命のスケバレ盾、まあここ来たら踏めるんだね。最低は踏ませないよの逆豚ですね。ああなるほどね。
うまい。しっかり老後が許容しての自分の形を作ることを優先。あーうまい。この立ち回りがすごい。そしてやっぱメガナイトの逆スケバレからのメガナイト同際やりごむ追加。いやこれはもう地獄罪。あー相手もこれねいやこれはうまいな。最後のね、ロイフグ来たからっつってちょっとメガネード出しません。耐えます。さあそしてラスト2、北シャンともね試合してますね。さあロイフグ、まあロイフグはねメガネードこう相性いいってなるんですけども、意外とこう、まあ、ロイフグの方にもよりますかね、結構マジアチャとかねあると苦しいイメージもありますが、さあやっぱケツコウモリ弱ケツギャングで、まあディガー削り、まあこれはねデフォルトかなと。さすがに踏むかな。さあ射抜かれない位置に出しつつのオンフェニックスが、さあまあ小物で修正ですよ。さあこの文句がね強いですからね。あと相手にゴブリンとかいると意外とディガンも刺さらないので、さあもうめちゃくちゃ何使おうかなってこのメガナイトマスターさんのプレイスタイルが見えますね。手がカチャカチャしてるもん。さあやりゴブ、さあケツインドからのセパロイフ、うわーまあこれはさあ3体の方を踏みますよ。まあこのカウンターはあー卵ね起き上がらせたくないんですけども、フェニックス起き上がっちゃうんですよね。あーこのディガーの位置もちょっとこうマジアチャのねタゲ取れるし、なんならマジアチャがそこに出たらやれるよみたいな感じではあるが、だいぶ渋そう。うん、本物しかいないんでね。いやー北七さんのこの攻め方もうまいっすねマジ。だいぶリードされてる。悩んでるっすコウモリ。うん、冷静にね。さあここに来てプレッシャー与える。来た。いやうまいね防衛が北シャンのザップ。さあでもちょっと防衛クエイクを使ったので流れも変わってきそう。まあ卵を壊したい槍っすね。壊せない。さあインドラを延命するコウモリ、これもうこっから勝つんだもんな。いやーいやらしい。うっ、え今の見た、アイスピにザップ打ってますね。やっぱスケバレラッカってウッドできるだけ使いたくないんですよね、まあ、これこそギャングとかね他にやっぱ使いたいんで、アイスピで上手いプレイヤーこそ処理してくるので、そこをねしっかり狙ってますね。さあラッシュが来てる。さあザップで、おお今のでもね綺麗に守られる。さあフェニックスのスキャバレ釣り、いやもうゴリゴリいきます。まあもうね守ってるじゃ突破できないんでね。さあゴリゴリいきます。
ザップで、お、インドロボ、おや、おや、まあ果たしてこれは本物のリプレイなのか、うーん、難しいとこではあるが、多分こういう展開だったんじゃないですか。さあシーズンがね終了しました。もしかしてさっきのねリプレイバグで中身変わってるかもしれないし、変わってないかもしれません。はい、ちょっと難しいとこではありましたけど、インドラぶっ刺されでしたね。さあというわけでシーズン終わりまして、いやーマジ今季めちゃくちゃ順調だったんですけどね、沼りました。はい、沼ったのでチリです。次はね0時環境、まあ、次は新環境が始まるので、ちょっと新環境も頑張りてえと思います。皆さんフェニモン環境ねお疲れ様でした。というわけで今回ね協力していただいたメガネのマスターさんのね、ツイッターと概要欄に貼ってますんで、ぜひフォローのほどねお願いいたします。まあこれを受けにメガネとかつ極めようとね、はい、思っていただける方がね増えればね、メガネの枯渇使いのね方々がこう嬉しいと言いますか、まあメガネとマスターさんも喜ぶと思うんでね、はい、ぜひやってみてください。ではおおつかちゃんです。またねー。